2023年度前期の放送が決定している NHK の連続テレビ小説、らんまん。神木隆之介演じる主人公の妻役に浜辺美波が内定していると文春オンラインが伝えた。現在放送中のドラマ、ドクターホワイトでも公演、数々の CM にも起用されるなど、かねてから人気だった彼女が、次はいよいよ朝ドラときた。そんな浜辺といえば、2021年に出た熱愛報道が記憶に新しい。彼氏は一回もいたことがないと公言していただけに、当時世間は驚きに包まれたが、さらにファンを驚かせたのは、そのお相手が新進気鋭の男女ポップデュオ、マルリと龍我の龍我だったということだ。スポーツ指揮者は、2018年に慶応大の生徒だった龍我さんは、福岡出身のシンガーマルリさんとコンビを結成。SNS 初、新世代のアーティストとして若者を中心に話題になってはいましたが、浜辺さんほどの知名度はなかったこともあり、格差カップルぶりに世間は騒然。犬好きという共通点から、彼女が飼い始めたポメラニアンを二人で溺愛していたんだそうです。スクープされた時は、龍我さんがリュックサックにその犬を入れて浜辺さんのマンションを訪れるところが激写されています、と語る。二人は現在もラブラブかと思えば、ひっそりと破局を迎えていたという。芸能プロ関係者は、元から多忙だった浜辺さんですが、仕事のスケジュールがさらにタイトになり、間もなく生活がすれ違うようになったんだそうです。また、YouTuber 界隈との交友が多かった浜辺さんでしたが、次第に芸能界、つまり女優、俳優との交流も多くなった。コロナウイルスの新規感染者が今ほど増える前の昨年末あたりは、芸能界の面々と飲むことが増えたそうですね。デビューして間もなくは所属事務所の社員の自宅に住んでいたなんて話もあるほど、寵愛を受けてきた彼女ですが、20歳あたりからプライベートもだいぶ自由になったと聞きます、と語る。一方の龍我は1月29日に、マルリと龍我としての活動を3月31日をもって無期限で休止し、それぞれソロで活動することをインスタライブで発表している。同配信では、デビュー後から龍我が機能性発声障害に悩まされてきたことを明かしている。レコード会社関係者は、2019年初となるワンマンツアーという大舞台で突然声が急に出なくなってしまったんです。それがツアーの初日だったこともあり、彼も相当動揺してしまったと聞きます。それがトラウマになってしまい、人前で歌うことが怖くなってしまった。その後はというもの、男女デュオのハーモニーが持ち味だったはずが、相方のマルリをメインとした楽曲が多くなりました、と語る。1月30日に、マルリと龍我は二人揃って個人で YouTube に動画を投稿。今はそれぞれの道を歩み出した。パートナーだったマルリ、そして元恋人だった浜辺に対して共通した心情を抱いていたと察するのは、前室のレコード会社関係者。とにかく龍我は繊細で優しい人なんです。歌声をうまく出せなかったことについて、マルリに申し訳ない気持ちでいっぱいだったと思われます。自分がいなければ、彼女はもっと上に行けたと言っていましたし、想像を絶する葛藤があったはず。浜辺さんとの関係を取られた時も、記者に話しかけられ動揺を見せてしまったことについて、ショックを受けて落ち込んでいました。いきなり直撃取材を受けて対応できる人なんていないはずですけどね。売れっ子女優と付き合うという重荷を次第に感じるようになったと言います。龍我は今後、楽曲制作などで引き続き音楽活動を続けるという。すでにオファーの話もあるそうですよ、とのこと。新たなステージでまた幸せをつかんでほしい。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。